こんにちは、カーピです。必勝アリーナ累計報酬手に入れました。 S ランク TS30% 契約書、この新仕様の契約書、今日は開封していきたいと思います。この契約書は S ランクが確定で TS 第2弾が 30% の確率で出てくれると、ありがたい仕様になってますね。純正をやっているとミキサー弾が山ほど必要なんで、この仕様改定はありがたいですね。それじゃあ契約書開封していきましょう。メインディッシュの前に A ランク契約書開封しましょう。僕が欲しいのは笹岡さんの A ランクです。笹岡さんの限界突破と称号のために1枚はここで引きたい。頼む。1枚目麻生選手、2枚目は伊藤選手、ラスト3枚目頼む。あー、残念、笹岡さん引けませんでした。2チーム契約書も開封しておきましょう。ここは2枚とも笹岡さんをゲットします。あとはランキングで1万5000円以内に入れば2チーム契約書がもらえますね。笹岡さんが極みになります。さあメインディッシュ S ランク TS30% 契約書開封しましょう。欲しいのはもちろん1番は笹岡さんです。何かの称号はつけてあげたいんで、称号用に欲しい。 TS が外れるならカープの選手誰か来てほしいですね。2019シリーズ1も中盤、そろそろカープの選手を本格的に集めていきます。さあ頼む。外した。あー、自チームなかなか出るもんじゃないですね。今シリーズは自チームがなかなか向いてきません。中村選手さすがに年齢もありますし、長打力が落ちてきているような印象もありますね。でもでもまだまだできるでしょう。夏場には400号ホームランを楽しみにしております。今日から6月に入りました。この土日は TS イベント秘書アリーナ佐京に入ってきますね。2000位のボーダーはえぐいことになりそうですね。散る方は油断しないようにしましょう。油断すると大事なの僕みたいになりますよ。気をつけてくださいね。はい、今回もご視聴ありがとうございました。純正カープ強化、応援のグッドボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。